おい、見ろよ、あれ。私は安心して熟睡する。キラ、どうしたんだ、その顔の血。いや、みんな帰宅時間かい、もう。急いでるんで。それじゃあ、殺人鬼の名はキラ・ヨシカゲ、住所は森尾町高等台 1-128、 年齢33歳、スタンドは射程近距離の爆弾スタンド、キラークイーン。おい、奴はよ、どこへ向かってるんだ。どこへ向かおうがよ、奴はもうおしまいだぜ。このビルの中だぜ。おい、ちょっと待て、ここはエステシンデレラだぞ。なんで奴がここに入ってんだ。あ、綾さん、いるんですか、辻綾先生。何なんだよ、これは一体何なんだよ。死んでいる、なんでキラ・ヨシカゲが死んでいるんだ。アヤさん、これは一体何が起こったんだ。待て、その男キラ・ヨシカゲではない、左手がある。こいつ、顔がねえぞ。右手の指紋もだ。誰なんだ、この男は。男、背丈格好が同じ男。男を連れてきた、私の目の前で殺してみせた。あいつは恐ろしすぎた。顔をシンデレラで変換させられた。髪の毛も指紋も無理やり。別人になったってことか。そう、顔はクレイジーダイヤモンド。 あいつの。ジョースケ、彼女に触るな、そこを離れろ。あいつの顔は。あやさん、そのドアの向こう側だ。逃がすか、てめえ。これは。帰宅時間、こんなに。どいつだ、キラ・ヨシカゲはどいつになったんだ。キラ・ヨシカゲ、卑怯だぞ、出てこい。逃げ切りやがった。やつは怯えもしなければ隠れもしない。この森王朝から出もしない。この町で今まで通り生活する。辻綾死亡、キラ・ヨシカゲ顔も名前も住所も別人となる。